アルゴスです。組織の中で生きているとどうしても格上の力でねじ伏せられてしまうことがあると思います。でも負けないで、たとえそれが上司であってもどう考えたって納得のいかないことは我慢せずに発言していこうよ。でなきゃ世の中何にも変わりはしないのよ。上司に可愛がられることだけが全てじゃない。時として昇進のチャンスを遅らせてでも出るとこ出ないといけない、そう思うよ。私は最近そういう出来事があって諦めずに強く前に出た。結果として思いのかうまく前進できた。でも当然敵もできた。でもさ、男には言い切るべき時があるって思うよ。敵は少ないに越したことはない。でもさ、それで我慢して世界は本当に変わる？変えていこうよ。待たずして己の力ガッツってやつでさ、共に頑張ろう。また明日ね。